はいはい、見ながら行きましょう、はい、拝見しましょう。では、はい、シナリオモードってことはこの左ってことですよね。あ、でもあのいいですよ、もしボスチャレンジしたかったら、いいんですか、いいんですか、ねえ、すごい。あ、でも今日はシナリオモードなんですかね、はい、まあ、今日はじゃあシナリオモードで、はい、ランクもね一番低いですけれども、はい、あ、ごめんなさい、いい演技してしまった。でシナリオモードでスタートです。あ、ガリカちゃんから。そうですね、ちょっと話の部分はオートにしてみましょうか。はい、すごい羽がキラキラしてて可愛いですね。それが死者の証になってるから向こうの顔は知ってるし安心して。それじゃ明日のために。あ、これはもう寝ようぜみたいなこともあるんですね。もう寝ようぜ妖精になるんですね。もう寝てる、選寝てるにどうするんですか。起きてるじゃん。あ、なるほど、こういったちょっとコメディタッチな部分もちゃんとあってアトラスらしいですね。ツッコミいいですね。いまだにこうも差別されるとはね。あ、なんかちょっとね、主人公は差別されている種族なんだみたいなお話が出てましたもんね。なんかこう文章を追っていくと差別だったりとか、さっきのこう死者として同志を探しに行くのとか、気になるキーワードがいっぱい出てきますね。汚れた種族たちのせいだって噂してる人もいるみたいだし。まあ、そこもね、感情面でも選択肢がやっぱりたくさん出てくるんです ね、 ね、そうですね、なんかそこを何選ぼっかっていうのもちょっとやっぱり RPG ならではの楽しさっていうのはありますよね。けど王子だけは誰でも分け隔てなく優しくしてくれた。あ、王子ともね、王子には恩があるんですね。そうだ、あんたがいつも読んでる本、王子にもらったものでしょ。見せてくれない？王子の呪いを解いてあげたい。どうするんですか。どうしよう、これ明日にしよう。明日にしよう。ちょっといいかな、ね、意地悪。読ませないと寝られなそう。ありがとう。こうやって確かお話に移るんですね。幻想小説、この幻想小説からも思わせぶりですよね。これもう本当まさに現代社会ね、今の我々の、ね、世界じゃんみたいな、ね、誰かがこの時代からちょっと飛んだことがあるってことなんですかね。異世界転生みたいな。確かにファンタジーのイメージってそういうことになるんでしょうか、空想だったりも、ね、するし、メタファーのファンタジー世界の中でこういったものが描かれているっていう、小説なり何なりで描かれているところがまた面白いですよね。どうやってこのイメージをつかんだかですよ ね、 ね、 本当ね、高層ビルであったりとか。そうですよ ね、 ね、この小説を書いた人がどうい う、ね、そうなんです、本当に経緯なのかが気になりますね、はい、ちょっとなんか胸が痛いなって思ったのは、ガリカちゃんが私みたいな妖精みたいな種族がいないから差別はないんだろうねみたいなことを言ってることがちょっとチクってきますよね。そんなことはないかもしれないよ、ガリカと言いますか。そうなんだよ、ガリカちゃんみたいな。やっぱりファンタジーに抱くものって多少こう夢というかいいものなんでしょうね。そして、あ、でこちらのアトランスフェスですけれども、会場全体ちょっとね、あの非常に混雑しておりまして、なかなか本当にもうね奥の方までちょっと今、はい、お並びいただいている状態で、ステージ前までたどり着けない方本当に、ね、申し訳ございません。あの、で後日配信でもご覧いただけますので、はい、お、アニメーションですね、はい、でちょっとねこちら本当に会場の混雑激しくてですね、まあそれだけやはり注目度が高いタイトルがたくさん揃っているということで、今後運営チームで対策してまいりますのでよろしくお願いいたします。なんかこうちょっとなんか気になりますね。そうですね、すごい大都市から出発したみたいなシチュエーションですよ ね、 ね、これ馬車3台で鉄の曜日朝18度、はい、ほうほうほう、気温も出るんですね。なんかやっぱ曜日は独特のあれになってるんですね、この世界のものになってるんです ね、 ね、ここから出発したってことですね。で昨日、あ、こちらね、ここで、あ、はい、一泊した、あ、そこね、一泊したよ、
で今ここにいてここを目指してるってことですかね。はい、じゃあここ行ってみるか。はい、北部国境の砦に。でこちらが戦争の際に建てられて使用されなくなっていると、うん、夕方20度なんか意外とすごい温度差、ね、ちゃんと何度上がったみたいなのが分かる。嫌な予感がする。なんていうか匂いがするの。これ今感じたのが、おいどうかしたの、よりできるだけ大きなディスプレイでプレイしたいですね。そうですね、確かにそうですね。なんかこの空気感みたいなものとかちゃんと味わいたいですよね。はい、すごい奥行きがあって背景もすごくね細部に作り込まれているので。それなのか、つまりずっと隠れていたわけか。無駄に騒がれたくなかっただけよ。パーティーメンバーとしてねもう紹介されているストロールですけど、出会いはこういう感じなんですかね。そうですね、確かに。無能な上官に付き合って無駄死にする気はない。先に行った連中を追わず離れてついていこう。厳しいですね、なかなか無能な上司ちゃんと使えるんだろうな。さあどうだろう、使ったことないだろうし、平民だもの珍しくないでしょ。ガリカちゃんもお外用鎧を着てて可愛いですね。死なせやしない、付き合うぜ。あ、参ったわね。あんたは戦わないで済む予定だったのに。慎重に進んでいきましょう。砦にいる同士の方も無事だといいけど。おし、こっからあ、もう夕方8度、夜8度です。あ、夜は冷え込みですね。冷えますね、10度は下がりましたよ。いい、わあ、綺麗。この中に同士が、同士、後から。いや、そうか、主人公は別の思惑があって何かここに忍び込んでるみたいな感じのセリフがありましたけれど、ね、なるほど、妖精眼がエルのトリガー、ふんふん、コマンドバトル、攻撃、回避、アクション、わかりました、行ってみます。はい、すごい、剣分録とか回避、妖精眼、あ、これか、なるほど、ね、妖精眼、なんか見聞録とかもゲットしてたりとかして、いろいろなコマンドが全部気になりますね。全部気になりますよ、本当に。あ、もういきなり、あ、いやいやいや、もうリンゴの回転蹴りに。これが人間、人間、パッケージにもこの人描かれてた、あの方、人間。うわ、この世界の人間はやばいですね。やばいですよね。なんかそれもどういうイメージで作られているのか一つ一つありそうですよね。本当こうメタファーってタイトルからいろいろ考えちゃいますよ ね。なんか本当。もうみんな獅子類類ですよ、これ。もうこれはぐちゃぐちゃですね。なんか今気になるワードがグライアス、なんか無事だといいんだけどって言ってたんですけど、その人を探してるってことですかね。はい、きっと一人こう助け出したい方が。あ、来た。足がセクシー貫通していらっしゃいますね。そこに矢が刺さってて大丈夫なんですか。あ、これも人間なんですね。なるほど。もうだからモンスターイコール人間っていうのがまずすごく、そうですよね、ね、なんか ね、そこから感じ取るものってありますよね。なんでその名前にしているのかとか、そうですよね、気になりますよね。本当ですよね。で、あ、行きますか。じゃあ2人で合わせて、あ、コマンドバトル、コマンドバトルで、あ、そうなんですよね。なんかアクション要素もあるんですよね。X で攻撃を続けるとブレイクゲージをゼロにして気絶させることができる。おお、どうなんだろう。まずは、あ、当たっちゃった。マジか。これはつまり、これは先制取られてしまった。そうですね。敵攻撃から受けた場合は、もう頑張るしかない。頑張るしかない。もうここから切り返していきましょう。やっぱり、もうスキルを使っていくしかないですかね。あ、よく焼けそうですね。
仲間はなんか自動で今戦ってくれてますね。おそらく、はい。加減はしない。炎よ、まだ耐える。炎の力だ。先を急ごう。ちょっと次はいい感じに先制取りたいですね。そうですね。ね、でもちょっと油断すると本当にバックアタックとかもありそうですもんね。あるんじゃないですかね。これでもこっち側だと出ちゃうんだな。こっちのこの下の地図の青い点をちょっと、あ、はい、ドアと言いますか、ね、扉を見てみますかね、通る形ですね。あれか、道具っぽいですね、これ。なんか道具が取れる。ちゃんとアイテムがある場所も教えてくれるんですね。ありがたいですね、それ。ありがたいです、あそこにもあるな。でもあるけれど、手前になんか敵がいる感じが。あれ、絶対危ない。いましたね。あ、でもなんかあっち向いてますね。気をつけろ。これは不意をここでつかなくていつつく。はい、行きたいと思います。やってしまいましょう。尻を尻を戦う、叩いてから、あ、これでいいですね。気絶状態からスタートできると。さっきはね、遅れを取りましたが、今回は大丈夫です。はい、お、あ、気絶してる。一方的にこれいけますね。ノーダメージキルなのでボーナス入りましたよ。ああ、全然違います ね、 ねえ。なるべくやっぱり先制取っていくっていうのがポイントになりそうですね。レベルアップしたアトラスゲー、皆さん何をあげる派ですか。運です。じゃあ運にしますか。やった、嬉しい。ちょっと幸せになりますよ、彼も。あ、これごめんなさい、これにあげちゃった。力が欲しかったんですね。違います、な、直したい、直したい。いえいえ、まあでもここやっぱり楽しいですよね。うん、ね、ちょっと主人公を幸せにしてあげたいので。世界、私はなんか素早さ上げちゃうタイプ。あ、でも賢いと言いますか、正しいと思います。林さん、僕は力こそパワーなので、基本的には攻撃からいっちゃいますね、やっぱり。これ分かれます ね、 ね、ぜひちょっと配信でも皆さんコメント欄で、ぜひぜひ、私はこれをあげますよというのをね、コメントいただいて。ノーダメージキル、よし。やっぱりこれ戦闘をうまくこなしていってレベル上げていける方がいいですね。そうですね、あ、でもなんかあれですね、一瞬コマンドバトルに Y で入るのを忘れてこう見ちゃう感じがあります。あ、飛んでるところをかっこいいって思ってこう、なんか確かにそう、 UI とかもちょっと見とれてしまうんですよね。そうなんですよ。逃げろ。いや、あ、なんか危ないやつがいるみたいな。あ、どんどんこと切れていく。いいですね、螺旋階段、ね、いいですよね。あ、ここでもエルだ。なんか自分、自分がちょっと意味嫌われているみたいな。あ、くそ。主人公がエルダ族なので、はい、多分みんなワイのせいにしてこんな人間が現れたのはお前のせいだみたいなことを言われちゃってますね。人間のデザインはブリューゲルの師匠さん、ヒロエニムス ボスのなんかね、はい、デザインを元にしていらっしゃるみたいな話とかもありますけれども、はい、あ、なんかバレてる。なんかちょっと話せない。言えないですよね、なんか言っちゃいけないみたいなこと言われてたから。バレてる。なんださっきの人間って、あのリンゴの人ですよね。あの方が上から。あ、はい、お、リンゴの人、急ぎましょう。リンゴの人、はい、リンゴの人あっちですね。キャップ、あ、ちょっと、ああ、食らった。ちょっと、急いでる時にありますよね。やめてよ、リンゴの人、リンゴの人に早く行きたい。焼いていきましょう。炎の力だ。
卵焼きです、はい、あともう一焼きで、もう一焼き、あ、リンゴの人、早くリンゴの人に会いたい、よしよしよし行きましょう、よし、リンゴの人、うん、なんか重要な話をするみたいな、あれ、あ、あれ、今の話すごく見たかったのになんか急にシュッて、あら、